以号第54潜水艦は、日本海軍の潜水艦。伊54型潜水艦の一番艦。艦名としては2代目。初代伊54については、以号第154潜水艦、または、伊153型潜水艦を参照のこと。1941年の昭和17年度計画により、横須賀海軍工廠で1942年7月1日、起工、1943年5月4日、進水、1944年3月31日に竣工した。横須賀鎮守布石となり、訓練部隊の第6艦隊第11潜水戦隊に編入されて、訓練に従事。1944年7月6日、伊54は、横須賀を出港しサイパン島へ、運宝島を輸送中、9日のサイパンの陥落により、目的地をテニアン島に変更するも、同日運宝島が波にさらわれて沈没したため、輸送に失敗。10日に第15潜水隊に編入。24日、横須賀に帰投。その後、伊54は、都市号作戦の発動準備のために、呉に移動。10月13日に、呉を出港し、フィリピン東方に進出するも、23日の簡易連絡を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、10月28日1228、フィリピン東方沖合で、第38任務部隊を護衛中の米駆逐艦、グリッドレーと、同、ヘルムが、潜水艦を発見し、爆雷攻撃の結果1414に潜水艦を撃沈した。これが伊54の最後であり、艦長の中山伝七少佐以下乗員107名、全員戦死。沈没地点はフィリピン東方沖合、北緯10度58分東経127度13分、北緯 10.967 度東経 127.217 度、10.967127.217。11月20日秘湯東方海面で喪失と認定、1945年3月10日に除籍された。艦長たちの軍艦誌415ページによる。大橋克夫中佐、1944年2月10日。大橋克夫中佐、1944年3月31日。中山伝七少佐、1944年8月31日から10月28日。戦死。ありがとうございます。